皆さんこんにちは。これからどこかちょっと違うドラクエ3プレイ動画、パート3を始めたいと思います。前回は金の冠を取りに行く前にカザーブ、ルアニール周辺を探索。妖精の隠れ里で目覚めの粉をゲットし、ルアニールの眠りを解くイベントをこなしました。通常版との違いは、ルアニールにドンガーテがいること、カザーブの東にドラゴンがいることでした。ではこれからカンザタを倒し、金の冠を取り戻したいと思います。誰かいました。待て待て、ベホイミ来ました。あれー、待ちやがれー。まずザコから買ってやるぜ。スカラで打撃対策を。スカラの前ではそんな打撃効かねえ。残りはお前だけだ。なかなかしぶといですね。勝ちました。仕方ないですね。あなた誰？金の冠、ゲットだぜ。カンダタのせいで活動停止的な感じだったのでしょうか。
やっぱりこのメンバーで行こう。仕方ないですね。イエーイ、王様になりました。さあこの国を大きくしていきましょう。よし、若者が集まる町にするぞ。目の前にいるかもな。それはできん。おお、芸が細かい。ってなんでやねん。橋はまだ壊れたまま。単独イベントのノアニールが重要なイベントに。
そこをのけノアニールが本編のストーリーに絡めてよかった。仕事が早いですね。新しい敵来たのアクションがなかなかいいですね。ちょっと違うドラクエ3プレイ動画。パート3はここまでです。次回パート4もよろしくお願いします。それではさようなら。